消滅で。ダイヤは払ってきたよ。そうかもありがたいけど、まだ俺は成仏できねえみたいだ。お前、他にも曰く付きの代物を売ったな。心当たりといえば、あの仮面くらいだな。先月買い取った男と女の仮面なんだけど、売りに来た奴が妙なこと言ってたんだ。二つの仮面は揃っていれば幸福を呼ぶけど、絶対に話しちゃいけないって。まさか、バラ売りしたの？片方だけ欲しいって客が二人いて、つい。その仮面、何かあるぞ。売り主なら何か知ってるかもな。そうだね。リンコ、いるんだろう。昔から鼻だけは聞くな。それで思い出したが、犬の鼻は鋭い。仲良くすればいいことを教えてくれるわよ。アキト、それはお前に任せるぜ。これって…あなたが売った仮面なんだけど、何か秘密があるなら教えてもらえませんか？昔、身分の違いを隠すために仮面をかぶって密会していた男と女がいました。しかし親に知られてしまい、二人は引き離されてしまったので、お互いの仮面を交換し、来世で結ばれることを誓い合ったそうです。どうやら二つの仮面を探し出して揃えるしかなさそうだな。女の仮面の持ち主はこの近所にいるはずです。よろしくお願いします。おい、仮面がどうした？あの仮面は呪われてるわ。すごく怒った女性の声が聞こえて、あの人に会わせてって。気がついたら死んでるし、何が何だか。その仮面はどこにあるの？あんな不気味なもの、物置の中にしまったわ。あなたも呪われるわよ。大丈夫だ、こいつが何とかする。また勝手なこと言う。こんなところに出てくるんだよ。
これだな。待て、触るな。わ、何これ、取れない。まずいぞ、力を吸われてる。このままじゃ死んじまう。男の仮面を探せ。呪いを解くにはそれしかねえ。あなたにも仮面が、だから言ったのに。仮面はどこ？この中です。さらないとあなたも。分かってる。あった。せなきゃ殺すってのはやりすぎだぜ。どうしても恋人に会いたかったんだろうね。仮面が再会できたのか。よかった、これで成仏できる。ありがとう。これで成仏できるよ。あんたたちは仮面を再開させたんだ。きっと幸福が訪れるよ。他にもいる。探さなきゃ。